それでは深呼吸から始めましょう。背もたれから背中を離し、足を肩幅に開きます。鼻から息を吸いながら手を横に開きます。口から息を吐きながら手を閉じていきます。もう一度吸って吐いて、次に上半身をほぐしましょう。肘を曲げて腕を開きます。肘と肘を合わせて戻します。もう一度しっかりと肘がくっつくように戻します。胸の前で腕を交差させます。ゆっくりと体をひねり戻します。反対、ゆっくりひねって戻します。もう一度ゆっくり戻します。反対、ひねって戻します。続いて下半身をほぐしましょう。深く腰掛けて背もたれにもたれ、椅子の後ろを持ちます。声を出しながら足踏みをします。せーの、 1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。最後に足の付け根を伸ばしましょう。浅く腰掛けて足を大きく開きます。手を膝に置き、前を向いたまま体を前に倒します。戻します。もう一度倒して戻します。足を戻しましょう。これで準備体操終わります。次は筋力運動です。背もたれから背中を離し、足を肩幅に開きます。腕を前に出したところから脇を締めて肘を後ろに引きます。元に戻します。それでは10回繰り返しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。肩甲骨を寄せるよう意識しましょう。5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。肩が上がらないよう気をつけましょう。5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。声を出して一緒に数えましょう。5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8。あと3回です。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、12、3、4、5、6、7、8。右手を体の横に下ろし、拳を握りながら肘を曲げて開きながら伸ばします。左手は椅子に添えておきましょう。
それでは10回繰り返しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、肘が上がらないよう気をつけましょう。4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8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 、4、5
8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、肘が離れる方は反対の手を力こぶに添えてみましょう。8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、あと3回です。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、12、3、4、5、6、7、8、手を変えてもう一度、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、肘が上がらないよう気をつけましょう。5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、拳を握りながら曲げ、開きながら伸ばします。8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、6、7、8、8、あと3回です。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、12、3、4、5、6、7、8、椅子を持ちます。つま先とかかとを交互に上げ下ろしします。それでは両足一緒に10回繰り返しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、向こうずねと2、3、4、ふくらはぎを意識しましょう。3、2、3、4、5、6、7、8、つま先、2、3、4、5、6、7、8、つま先、2、3、4、かかと、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、あと3回です。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、12、3、4、5、6、7、8、椅子につかまり背もたれに寄りかかります。膝を引き上げて戻します。それでは左右交互に10回繰り返しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、つま先は天井に向けましょう。5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、膝を胸に近づけましょう。4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、ゆっくり上げて、3、4、5、6、7、8、ゆっくり戻しましょう。7、2、3、4、5、6、7、8、あと3回です。2、3、4、5、6、7、8、
5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。深く腰掛けて手を膝に置きます。膝を伸ばして戻します。それでは左右交互に10回繰り返しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。太ももの裏が椅子から離れないよう気をつけましょう。5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。膝周りの筋肉に力が入っていますか？5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。ゆっくり伸ばして、ゆっくり戻しましょう。7、2、3、4、5、6、7、8。あと3回です。2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。最後は椅子からの立ち上がり運動です。背もたれから背中を離し、足を開きます。手を膝に置き、前を向いたまま体を倒して立ち上がり座ります。立てない方は固定されたものにつかまってやってみましょう。無理をせず自分のペースで行いましょう。それでは5回やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。お尻の筋肉に力が入っていますか？5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。反動や勢いがつかないよう気をつけましょう。5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。いかがですか？余裕のある方は手を足の付け根に置きましょう。ではもう5回やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。反動や勢いがついていませんか？5、6、7、8、3、2、3、4。無理をせず自分のペースで行いましょう。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。足を戻して一息つきましょう。これで筋力運動終わります。次は生理体操です。それでは肩周りをほぐしましょう。手を下ろし、息を吸いながら肩をぐーっとすくめていってストンと落とします。もう一度ぐーっとすくめてストン。次に手首の周りをほぐしましょう。胸の前で指を組みます。息を吐きながらゆっくり前に伸ばします。元に戻します。できる方は手を返しながら伸ばします。ではもう一度
戻しましょう。次にももの後ろを伸ばしましょう。浅く腰掛けて椅子の後ろを持ちます。右足を軽く前に出し、前を見ながら体を前に倒します。体を元に戻します。ではもう一度、倒して元に戻します。足を変えて反対も、倒して戻して、もう一度、倒して戻しましょう。続いてふくらはぎを伸ばしましょう。右足を軽く前に出し、右手でつま先を持ちます。できる方はつま先を手前に引いてみましょう。手を離します。ではもう一度、手を離して体を元に戻しましょう。足を変えて左手でつま先を持ちます。手を離します。ではもう一度、手を離して体を元に戻しましょう。座り直しましょう。最後に首の筋を伸ばしましょう。ゆっくり右に倒して、戻して、左に倒して、戻して、さあもう一度、ゆっくり右に倒して、戻して、左に倒して、戻しましょう。それでは深呼吸をして終わりましょう。吸って、吐いて、もう一度吸って、吐いて、これで生理体操終わります。皆さんお疲れ様でした。